赤くないですかね。ちょっと赤いですよね。今日は日の出とともに目が覚めました。でも、僕の短歌は松さんから始まったので。俵松さんを目の前にして喋るなんて日が来ると思わなかったんですからね。あ、こんにちは。はじ <laughs> めまして。そうですね。初めましてですね。はい はい、やっと会いました。握手をしていただいてもよろしいですか。もちろん、もちろん、ええー、じゃあ、あありがとうございますはい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。<laughs> 皆さん、こんにちは。歌人の鈴懸真です。三越伊勢丹グループの秋のキャンペーン、彩り祭のキャッチコピーを、ごしごししの短歌で担当させていただいています。普段は東京で活動しているんですが、今日は。 仙台三越さんにお邪魔していますなぜ僕がここにいるかというと今日は憧れの人に会いに来ましたご紹介します歌、うん、人の田原松さんですはい。あ、こんにちはこんにちは暑い中遠路はる春るありがとうございますこちらこそありがとうございます <laughs> 松さんについてはもう皆さんご存知だと思うんですけれども、うん、あの僕の方から軽くご紹介させていただきます 田村松さんといえば1987年の第一歌集サラダ記念日を出版され260万部を超える大ベストセラーになりましたそれから小説やエッセイなどで活躍され近年2021年には短歌界で最も権威のある賞と言われている超空賞を受賞されたというところです、はい、で、あの僕は今日仙台に来ましてなぜ僕と松さんがこんな風に、うん 対談できることになったかというお話なんですが。僕の短歌の歴史は松さんから始まったと。いう形です、うん。はい、ありがとう。はい、嬉しい。<laughs> あの、ここにですね、えー、松さんの。第三か週のチョコレート革命があるんですけど。ねえー、えっと、まさに僕が中学2年生の8月夏休みの間に。うんえー、親の本棚に。 こういう状態で置かれてたんですね。何冊かの本の中の。えー、でこの背表紙を見て、あ、すごく面白そうだなと思って、うん、ちょうどその夏休みの読書感想文を書こうと思って、<ー>きっとラブロマンスの小説かなって思って手に取ったんですよね。<ー>この背表紙で、すごく、えー、あの印象的だしロマンチックだし、でこうやって手に取って中を見てみたら。 あれ文字数が少ない <laughs> です、ね、これは何だろうと思って読んでみたら、うんえー、あっこうしてご獅子になってる、はい、あこれが短歌っていうカルチャーなんだってなった短歌との出会いが松さんでした、えー、これ実はあの現物です父親の本棚にあったちょっと色あせてかなり古いんですけど、えー、思春期だった僕にはすごくあのいい意味でこう パンチを受けたようなすごい衝撃的で、えー、もう本当に、あの、おかったですっていう読書感想文を書いた記憶があります。あ、じゃ、本当に読書感想文を書いたの、ね。のはい、これで書きました。えー、はい。そ,そんな出会いで、で、もう、それは本当に中学生の時だったんですけど、まあ、そこから、あの、時を経て。あの、たくさん作品を読んでる中で、自分も短歌やりたいと思って、始めたのが二十一歳頃ですね。で、それから、気づけば、歌手を出し。 短歌でお仕事をさせていただけるようになったんですが自分が第一歌手を出す時にその時まさか自分も書いていただけるとは思ってなかったんですけどやっぱりチョコレート革命があって僕の短歌の歴史は松さんから始まったので書いていただけるかなと思ってダメ元でお願いしたら快諾してだいてこんな素てな そうですね書いていただきましたけども、ね、この愛を歌えをあの初めて読んでいただいた時の率直な感想だと伺えたらと思うんですがはい,いっっ、はい、もうあのー、ご依頼いただいた時はまずまあ作品を読んで<え>あのー、いいなと思ったのでいいはいそれであのー、ここに書いたいやでも我ながら上手に書けてるなと思っていや素晴らしいですよ <laughs> この帯文は、うんあのー、とっても鈴木さんのいいところを、はい、あのー。 的確に書いてるじゃん私と思って<や>あの<う>久しぶりに本棚からだ取り出した時に思いました、はい、どうしようもなくピュアでだよねで限りなくセクシー物語がどこまでも広がっていく濃密を内包した言葉たちこれはやっぱすごく鈴掛さんの短歌の特徴の一つでこうすごく簡潔に言われてるんだけれどもその背景に物語がすごく広がってて、うん あの味わう人ごとにその恋のストーリーが見えてくるようなそういうところがあると思うんですねそして今を生きる愛の名言がここにあると名言なんだよねからもしかしたら今日そういう話になるかもしれないけどその広告的なものとの相性もすごくいい、はい、あの作品だなというふうに感じましたね。ありがとうございます、うん うん、あのこれが2019年だったんですが約4年ぶりに4年越しにそのこの言葉の親友が聞けてすごく感激しております。さあえっとお互いの短歌のお気に入りの一首などここで発表してみようかなとあの、まあ、いわゆる紹介ですよねああの歌によって他者を紹介ぜひ。 あの歌によってお互いを紹介するっていうのをやってみたいなと思っています、うんえー、でもまず僕から松さんの、はい、もうあの本当松さんの歌詞は全てもちろん読んでますし好きな歌は本当にたくさんあってもちろん一首なんか選べやしないんですがそのままままお返ししますすありがとうございます、はい、その中であの本当一周回ってっていうんですかね、うん、やっぱりこれだなっていうのを今日は。 ご紹介させていただきます。では、僭越ながら、えー、制服は未来のサイズ、うん、入学のどの子もどの子も未来来ている。うん、はい。松さんの一番新しい歌手の未来のサイズの、はい、まさにこの表題歌です,、ね、ですけれども。はい まあなので本当にあの僕がご紹介するまでもなくもうこの動画をご覧の方ももうすでに知っている方たくさんいらっしゃるかと思うんですがあのなぜこれを選んだかというとチャレンジングだった時代からやっぱり知っている1人のファンとしてはあのこう言ってはなんですがああ松さんもこういう歌を書くようになったんだっていうそのファン目線の松さんの変化を。 あの見,て見てきたからこそこの歌の厚みっていうんですかねなんか短歌ってやっぱそれを読者がこう感じられる歌人の成長だったり変化もあの歌によって感じられるっていうのがすごく いいカルチャーだなと思っていて、でその中でももうシンプルにとても心に響く歌なので<あ>ご紹介させていただきました。嬉しいです。やっぱりそのタイトルを取る一種ってやっぱすごく自分にとっても特別で、そのお歌が気に入ってるっていうだけでなくて、なんかこうどこか自分の短歌感っていうかなそういうものを反映している歌をあのタイトルに用いるので、いやすごく嬉しいですね。はい。はあ、そうですか。 いやすごくストレートに選ばれたのね私は、はい、あのいっぱいそれこそ好きな歌あるんだけれどもここに長野ンさんが解説書いてるでしょ、はいはい、でそこにいっぱいいい歌が引用されてて。そうですね 全部好きなんだけど、いや、はい、それは外そうと思ったな。なるほど。あの、やっぱり、その。自分ならではの一首を見つけたいっていうので、はい、今回はそれを外し。あまり知られてなくって、自分の好きなのにしようかなと思ったんですよ。すね、ええー、でも、一首って難しいよね。もしかしたら、一ヶ月後に選んだら違うかもしれないけど。はい、まあ、とりあえず、今日、私が一番気に入ってる歌はね。はいはい、あなたとの。記憶を消せるスイッチを。 発明しても多分なるほどこれ好きだなまずねあなたとの記憶を消せるスイッチを発明しようかなって思ってるっていうことはあなたとの記憶を消したいっていう気持ちがどっかにあるからそんなことを考えるんですよね、はい、でもそういうものがたとえ発明されたとしても押さないっていうことはやっぱり記憶を消したくない。はい でも多分押さないだから、はい、多分なんですよねもしかしたら何かの表紙で押してしまうかもしれないその人との記憶へのこう愛着と消してしまいたい自分の心の葛藤っていうのかなその「たゆたい」がもう一回こうなって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 ,なっ,てっていうのがこの一種の中で揺れ動いてるのがそのままパッケージされてこっちにも伝わってくるしもし自分が「 あのこの歌を読んでしまった後だとこの人との記憶を消せるスイッチ自分が手にしたらどうなるやろうかとかね、うん、必ず考えると思うんですよね。はい、でそういうふうに一首と出会った後自分の心持ちがちょっと変化するっていうのはやっぱすごく魅力的な歌だと思うので、うん、あの記憶を消せるスイッチを自分の心に 持とうか持つまいかっていうふうに自分の心がこれからなっていくだろうなっていうことも含めて。いや好きな歌ですね。ありがとうございます。はい、あのその歌集の中でも、うん、あのかなり古い歌なんですよね。本当に短歌を始めて。本当に間もない、もしかしたら最初の年ぐらいの。 で古い歌を入れるかどうかってかなり迷ってそれこそこの歌はもし歌集に収めるならこの,このタイミングしかないだろうなみたいな次の歌ではもう恥ずかしくなっちゃって入れない可能性があるっていう中でもしかしたらそれもうギリギリちょっと恥ずかしくて入れなかったかもしれない歌なんでちょっとあのそれこそ自分の中では。 みずみずしすぎるかなっていう、<ー>なんかそれって、ないですか、ま、うん、さに。わかるわかる。何年か経ってしまうと、うん、ちょっと恥ずかしくなっちゃったりもするので、いやー、入れといてよかったです、はい。そうです。入れといてよかったです。すあ、よかった、入れといてもらって松さんにいただくって、すごい贅沢な体験ができました。うんはい じゃあちょっとあの次のコーナーに行きましてまあちょっとあの話題はあの変わるんですけれども松さんは1987年のサロナ記念日で短歌ブーム大ブームを巻き起こされたとあの近年短歌ブームというふうにあの各メディアで取り上げられていて特に NHK の朝ドラではえストーリーの中に短歌が登場したりとかしてまさに今。 ブームが起こっていると言われていますがあの松さんは今の単価ブームをどのようにご覧になりますか、うんえっとそうですねあの、まあ、ブームっていうとなんか一過性のって感じがしちゃうから、はい、もういやそうじゃなくてずっと続けようと思ってるんですけれども、ね、体感としてすごくあのいろんな新聞とか単価文の線をしてたりあの雑誌の新人賞の線をしてたりしても。 もう本当にあの過去最高ぐららいの数が送られてくるんですね。うん、で特に若い人たちがあのそこに参加してくれてるなっていうのはこう体感としてあるのですごく嬉しいですね。私が始めた頃なんかはやっぱりそのどうしても年配の人がしてるものとか古めかしいものっていうイメージがすごく強かったと思うんですけれど今はそうじゃなくって。 若い人の表現手段の選択肢の一つとして、すごく当たり前にあるっていうのかな。うん、それがすごく嬉しいし、はい、ね、私たちみたいなこう短歌が好きなものとしてはね。うん、嬉しいですよ、ね。やっと分かってくれたかって。はい、<laughs> うん。で、特にあの、サラダ記念日の短歌ブームと、今の短歌ブーム比較して、大きく違うのは、うん、やはり S. N. S. の存在が大きいかなと思っていて。うん、で、特に、あの、松さんも、あの、つい。 あの SNS と短歌っていうのは、うん、やはりすごく相性のいいものを、ね、そうですよね、はい、あのやっぱり短い言葉で表現できるっていうのはその X だったらその140字以内っていう、まあ、かつては制限があったけど、まあ、私らからしたら広すぎるよね、うん、<laughs> っていう感じ、はい、140字広みたいな。<laughs> 感じでやっぱその短い言葉で表現できる短歌と SNS はすごく相性がいいなというのを感じますよね、うんはい。ですし、うん、SNS からもしかしたら松さんのことを知った方もたくさんいらっしゃる気がしますしね。うんうん、そうですわ、ね、り、はい、と最近の出来事としてはその私もそのツイッターがすごい大好きで、はい、よくつぶやいたりしてたんだけどそれあれが X になって青い鳥がいなくなって寂しいなと思って、うんはい、それで。 2> 2種呟いたんですよ私史、はい、上一番たくさん「いいね」がついてましたすね、うん、ちょっと残念,あの残念、ね、私はあの私史上今までの一番はその「<laughs> はい、サラダ記念日の」の「この味がいいね」と君が言ったから7月6日サラダ記念日のこの「いいねは」は今はねちょっとこう「いいね」の数を競うような風潮があるけれど、うん、これはたった一つの「いいね」で幸せになれるっていう歌だよっていうのが 私史上一番バズったつぶやきだったんですけど、うん、それを超えてしまってですねでもまあまあ短歌で超えたんだからいいか、はい、一応残念だったなと思って、うん、本当に自分が残念だったなっていうその本音なんだけれどもそれは共感してくれる人が多かったからそうなったんだなとも思うし、はい、みんなあの青い鳥が好きだったんだねと思ってちょっと嬉しかった。 えっとそれからまあ近年のまあ世界の流れを考えると、うん、やはりあのコロナ禍がとても大きかったそれもあると思いますね。で特にコロナ禍も単価に何か影響を及ぼしたということもあるんですね、うんうん。あると思う。やっぱりその、はい、自分と向き合う時間っていうのかな、はい、こうそういうものをみんな持ったんじゃないかなと思いますね。でその自分と向き合う時間の中から生まれた言葉を 捕まえるのに単価ってすごくいいあのツールだと思うし、はい、あとちょっと興味があるけどなかなか毎日忙しくて手を出せなかったっていうふうな、ん、人もの流れの中で単価にトライしてみたっていうようなこともあるかもしれないですよね。話題は変わってしまうんですがあのここからは企業広告についてお話ししてみようかなと思うんですけどうん、うん、やはり。 単価と広告のキャッチコピーその伝えなければいけないメッセージを限られた文字数で伝えなければいけないというところではうん、うん、すごくあの共通する部分があるなと思うんですけどもともと僕はあの大学を卒業したその新卒で入った会社が実は広告会社で、うんえー、それであのコピーライターの経験があるんですけど、うん、それであの大学4年生の時に短歌を始めていたのでもしかしたら短歌と 広告、それぞれの経験があるからかなっなていうふうに思ったりも。うん、そうですね。はい、すあの私の短歌の仲間も、も学生時代から短歌作ってて、卒業の時にやっぱり広告代理店に就職して。ずっとコピーライターやってる、友達もいます。河川、はい、の人結構多いですよね。うん、コピーライターの経験ある方は。うんうん、はい。どこかしらやっぱり共通する、その短い言葉で、本質を捕まえて、はい、そして。 誰かに伝えるっていうかな届けっていう気持ちがあるっていうのはすごく共通する、ねうんうんはい、えー、僕が三越伊勢丹グループの、うん、キャンペーンのキャッチコピーを、えー、一番最初に担当させていただいたのが2022年ちょうど1年前の、うんえー、秋の彩り祭というキャンペーンで,、うんでえー、今年の、えー、春の 花,花祭というキャンペーンでも担当させていただきましてそれで今年この2023年の彩り祭が3回目という形なんですけれどもこの今回のキャッチコピーをちょっとあの声に出させていただきますと「街中の声が奏でるセッションに合わせて秋は実り始める」という今回は。っってどうや作るるののああですね興味多分短歌を 作る流れというよりかはキャッチコピーを依頼されて書くその流れでたまたまその文字数が五七五シになっているっていう形だとは思うんですけどあ<ー>、まあ、つまりはあの彩り祭であの三越伊勢丹グループが、まあ、伝えたいそのメッセージであったりテーマ、うん、三越伊勢丹グループの担当者の方とデザイナーさんと僕とあのチームになってあの一つのテーマを作り上げたのが、うんまあ、今回はジャズ からインンスピレーションを受けましてあのまさにあの今のこの社会の流れの中でもまあ例えばそのまあいろんなまあ民族であったりえまあ性別であったり年齢であったりいろんな垣根を越えてみんなそれぞれ自分をこう自由に解放していこうとまあそういうエネルギーメッセージを込めてまあ今回ジャズセッションをあのテーマにあのまずここの「えっと この単価が抜けてる状態でまずデザインを上げてくれたのでそ,、えー、まあそこでこれに合うキャッチコピーをという形ですご,すごいねウルトラシーの台絵っていう感じですね。であのこれ作り上げる時に実は、うん、そうですね大体30パターンぐらい僕は考えます。 書こうかな。いやこのこの可能性もあるなとか。まそれこそこの単語を使うとどうなるかなとか。あのいろんなパターンを考え、<ー>それでまず第一段階はそのチームのみんなにまず見せてみるんですね。それをま合計するとだいたい三十種ぐらい今回も考えたなみたいなそういう感じ。はい。その中の一つを最終的にはあの自分が選ぶのではなく、あの担当者の方に選んでいただくっていう方針を取ってます。 なんか仕事っぽい <laughs> そうなんですよね、えー、あの本当に自分の短歌を大きく仕事だよね <laughs> 自分の短歌を書くときと全く違いますねうん、うん、作り方としては、えーはい、なのであのそれこそ短歌の作り方も,もちろん文字数は短歌なので短歌の作り方なんですけどもう本当にキャッチコピーをゴシゴシシで作るという形なので、えー、でもすごく楽しいですよ<ー>はい。はい、すごいなと思うのは なんか今その舞台裏を聞いてみるとめっちゃお仕事っぽいお仕事っぽいですよね。っぽ,ぽいって言った人お仕事じゃないですか。はいすはい、だけどこの出来上がった歌は須掛けさんのなんか歌集にふっと入ってて全然おかしくないでしょ。嬉しいです。それ,はそれは素晴らしいと思う。それは実はすごく大事にしていくことです、うんうん。そこ大事だよね。はい。すっごい大事だと思う。でもあの大事なんですが、うん、それこそあのまあ今回あの水越伊勢丹グループとは三回目のお仕事でやらせていただいてますけど、えーうん、最初の時ちょっと僕が 変にキャッチコピーっっっぽいいものを考えていってしまったことがあるんですねうん、うん、最初の,その、えっと「こういう方向性でどうですか?」っていうふうに見せた時に、うん、キャッチコピーすぎますかねっていうことをおっしゃっていて,て、うん、あれそれを求められてるんじゃないんだと思ってうん、うん、キャッチコピーが欲しいんだったらうん、うん、コピーライターさんにお仕事が行くし、ねうん、僕にお仕事をくださったということは僕の単価をいいと思って担当者の方は。 依頼ししててくれてるわけだし、うん、そうか、うん、僕らしくていいんだって思った時に最初の段階ですごくこうあの取り組み方が見えてきて、うん、今回3回目はあのその中でもすごく自然に出てきたもので、うん、この中の一のつをどうぞ選んでくださいって提出したんですけど、うん、実はこの採用された一種はその提出の。 四十五分前ぐらいに出来上がったやつです。え、そうなの？そうなんです。え、あのそういうの実はあるんですよね。本当にあの締め切りギリギリになって、もうもうこれで満足だって肩の荷が降って折れた時になんかあれ最後もう一個できるかもしれないっていうそういう最後のエネルギー。ああ、そういうのが意外とね。はい。でもそれってギリギリなんですけど、でも実を言うとやっぱりその単価が一番その中では一番時間を かけたと言ってもいいんですよね。そこに至るまでの時間だから。それがあの必要な時間だったっていうことですね。それはあのそう短歌って結構誤解されがちなのはそこで。あのすごく短いし、できる時本当一瞬でできるんですよ。あとなんかすごい楽してるように思われがちだけど、その一瞬に至る時間が。やっぱりどれだけ長くて深いかで、その一瞬できたものの深さは変わるんですよね。 えー、あといい話だなこれが最後ギリギリっていうのはすごく腑に落ちる、はい、ありがとうごございいいますえでもすごくいい歌だねこれ町中の声が奏でるっていうのが本当に、はい、あのなんだろうこうやって都会の中にもいる虫だったり、うん、あるいはそのウキウキしてる人の声だったり、はい、それこそ何かの音楽だったり、はい、あるいはもう風の音だったり、うん、そのあらゆるものがあのセッションしたことでこの秋っていうのはあの あるんだってね今年の秋はっていうね、はい、その一つ一つのなんか要素への愛おしさみたいなのがすごい伝わってきてこれ読んだ人は自分もそのセッションのなんか仲間の一人っていうかさ、はい、感じられるっていうめっちゃうまいね、うん、ありがとうございます <laughs> いやいやいやへ。嬉しい そうか、でもこれ、えー、イラストの方が先とはね、はい、セッションっていう言葉に触発されてピアノねとか書いたのかなと僕多分逆だとプレッシャーでで出てこなないいかもしれないです、うん、むしろあの土台をデザイナーさんに作っていただいた方が、うんまあ、ある意味では短歌の方がデザインよりもフレキシブルではあるので、うん、いろんな方向性を立てやすいので、うん、今回3回ともあの同じデザイナーさんとタッグを組んでるんですが、うん、あのすごくあのいい チーームワークでで制作できまましした、ねえー、楽しそう、はい、うありがとうございます、うん、なんかさ短歌って本当に孤独っていうか1から10まで100%言葉でできてるもので、はい、あの例えば演劇とかそういうものとは全然違うあのたった一人で全部作るものっていう気持ちがすごく強いんだけどそれをこういうチームワークで作れるって、うん、なんかすごく楽しそういはい、今回もとっても楽しいお仕事をさせていただきました。えー はい、ありがとうございます。えっとではあの前半の動画はこのぐらいにして、うんえー、後半ではマツ、えー、さんと、うんえー、僕に皆さんから寄せられたご質問にお答えしようかなと思います、うん、はい、分かりました、はい。では後編の方もお楽しみに。